いやー、やっちまいました。おっちょこちょいなんですよね、基本的に。脳が腐ってんだな。はい、こんにちは、兄です。先日ですね、ダークロのレビューをしたんですけども、またね、やっちゃいましたね、僕。2年ぐらいかな ?3 年ぐらいかな、もうそんぐらい持ってるのに、全然知らなかった。足首がこれ伸びる。昨日のコメントで初めて知ったというね、大失態。いつもね、こういうあのミスばっかりですみません。そしてご指摘ありがとうございます。前回のレビューで何が足りなかったかっていうと、足です。足がですね、この状態から、実は、こうやってね、引き出せるんですよ。本当にこれ知らなかった。で、引き出すと、やっぱり背が高くなるので、プロポーションがすごい良くなるんですよね。足を伸ばすとこんな感じで、すごいね、スラッとして、かっこよくなりましたね。今までも、その遊んでる時に、若干この背の高さっていうのがなんか低いのが気にはなってたんですけど、これが正解です。先日のレビューではロボタックよりもね、背が低いって言ってたんですけど、まあ、こうやって足伸ばすとほぼ同じですね。いやー、これね、すごい違う、本当に。鳥の足みたいになって、ますますね、ダークローがかっこよくなって、いや、本当にね、教えていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。